なんかエステルが引きずられていったけど。二人は宿屋の中か。うん、さっきのがフレンなんだ。まあな、今行ってもいろいろ立て込んでると思うわよ。長くなりそうだったし、先に街を見て回ったら。そうだな。何入ろうとしてんだこの鍵が。まあまあ、これでも食って落ち着け。いらねえよ、鍵が来るとこじゃねえんだここは。おっとっと。むむ、子供一人に随分乱暴的な扱いだな。なんだお前は、そのガキの親父か何かか。俺がこんな大きな子供の親に見えるってか。再チャレンジなのじゃ。おいおい、丸腰の子供相手に武器向けんのか。ガキにこれが大人のルールだってことを教えてやるだけだよ。やめとけって。えっ、あっ、な、何しやがる。やりやがった。おいおい、ここまでやっといて逃げる気か。美少女の手を掴むのにはそれなりの覚悟が必要なのじゃ。どんな覚悟か教えてもらおうじゃねえか。残念なのじゃ、今はその時ではない。なんだって。さらばじゃ。てめえ待て。なんだってんだあのガキ。おい、お前もさっさと消えるんだな。ったく、やってくれるぜ。そろそろフレンとエステルの話も終わった頃かもな。用事は済んだのか。
そっちの秘密のお話も。ここまでの事情は聞いた。賞金首になった理由もね。まずは礼を言っておく。彼女を守ってくれてありがとう。あ、私からもありがとうございました。なーに、コア泥棒を探すついでだよ。問題はそっちの方だな。うん？どんな事情があれ、公務の妨害、脱獄、不法侵入を帝国の方は認めていない。ごめんなさい、全部話してしまいました。仕方ねえな、やったことは本当だし。ではそれ相応の処罰を受けてもらうがいいね。フレン？別に構わねえけど、ちょっと待ってくんない？下町のコアを取り戻すのが先決と言いたいのだろう。フレン様、情報が。なぜリタがいるんですか？あなた、帝国の協力要請を断ったそうじゃないですか。帝国直属の魔導士が義務付けられている仕事を放棄していいんですか？誰だっけ？いいですけどね。僕もあなたになんて全然全く興味ありませんし。紹介する。僕、こっちはアスピオの研究所で同行を頼んだウィチル。彼は私の。こいつ賞金首の。そうでは待て。彼は私の友人だ。賞金首ですよ。事情は今確認した。確かに軽い罪は犯したが、手配書を出されたのは濡れ衣だ。後日帝都に連れ帰り、私が申し開きをする。その上で受けるべき罰は受けてもらう。失礼しました。ウィチル、報告を。もう用事は終わったんでしょ？この連続した雨や暴風の原因はやはりブラスティアのせいだと思います。季節柄荒れやすい時期ですが、船を出すたびに悪化するのは説明がつきません。ラゴー執政官の屋敷内にそれらしきブラスティアが運び込まれたとの証言もあります。天候制御できるようなブラスティアの話なんて聞いたことないわ。そんなもの発掘もされてないし。いえ、下町の悪意ブラスティアに遺跡の洞窟。まさか執政官様がブラスティア使って天候を自由にしてるってわけか。ええ、あくまで可能性ですが。その悪天候を理由に港を封鎖し、出港する船があれば法令違反で攻撃を受けたとか。それじゃあトリム港に渡れねえな。執政官の悪い噂はそれだけではない。リブガロという魔物を野に放って、税金を払えない住人たちと戦わせて遊んでいるんだ。リブガロを捕まえてくれば税金を免除すると言ってね。そんな、入り口であった夫婦の怪我ってそういうからくりなんだ。やり、そういえば子供が。子供がどうかしたのかい？なんでもねえよ。いろいろありすぎて疲れたし、俺らこのまま宿屋で休ませてもらうわ。それと例の探し物の件ですが。探し物？帝国がでかい顔してるのはどこの町も似たようなもんなんだな。旅に出る前は下町のことしか頭になかったから全然考えもしなかったけどさ。特にここイリキア大陸は帝都があるし余計だよね。それにトルビキアみたいに大きなギルドの拠点があるわけでもないから、帝国の思いのままなんだよ。やっぱこのままじゃいけねえよな。これからどうする？
私、ラゴー執政官に会いに行ってきます。え、僕らなんか行っても門前払いだよ。いくらエステルが貴族の人でも無駄だって。とは言っても港が閉鎖されてちゃトリム港に渡れねえしな。デデッキってコソ泥も赤眼の大男も海の向こうに嫌がんだ。うだうだ考えてないで行けばいいじゃない。話の分かる相手じゃねえなら別の方法考えればいいんだしな。ではラゴー執政官の屋敷に向かいましょう。どこで会ってもフレンはフレンだったな。ったく、さらに頭が固くなってやがる。お、ラピードもそう思うか。まあ、元気そうで何よりだったけどさ。なんだ貴様ら。ラゴー執政官に会わせていただきたいんですが。ユリ、この人たち傭兵だよ。どこのギルドだろう。道理で柄が悪いわけだ。ふん、帰れ帰れ。執政官殿はお忙しいんだよ。町の連中痛めつけるのにか。おい貴様、不死には気をつけろよ。だから相手にされないって言ったじゃないか。大事になる前に退散しようよ。ここはカロル先生に賛成だな。でも他に方法が。いいから行くよ。正面からの成功法は騎士様に任せるしかないな。それがうまくいかないからあのフレンってのが困ってるんじゃないの。まあな。となると献上品でも持って参上するしかないか。献上品？何よそれ。リブガロだよ。価値あんだろ。そういえば役人の一人が言ってました。その角で一生分の税金を納められるって。そんだけ高価なもんなら面ぐらい拝ませてくれるだろう。リブガロってのを捕まえるつもり？だったら今がチャンスだよ。雨降ってるし。雨がどうかしたんです？リブガロは雨が降ると出てくるんだよ。天気が変わった時にしか活動しない魔物ってのが時たまいるんだよね。よく知ってるなカロル先生。それで？それでって？それだけだよ。どこにいるんだ？やっぱりね。じゃあ町の人に話を聞きましょう。聞きましょうっていいのかよエステル。はい。下手すりゃこっちが犯罪者にされんだぞ。この町のルール作ってんのは帝国の執政官様だ。そいつに逆らおってんだからな。私も行きます。いいんだな。はい。リタもいいんだよな。天候操れるブラスティアっていうのすごい気になるしね。決まりですね。じゃあまずリブガロを探すとしますか。
相変わらずじっとしているのは苦手みたいだな。人をガキみたいに言うな。ユリ、無茶はもう。俺は生まれてこの方無茶なんてしたことないぜ。今もコア泥棒を追ってるだけだ。ユリ、お前こそ無理はほどほどにな。ウィチル、ブラシア研究所の強制調査権限が使えないか確認を取っておいてくれ。まったく、帝都を出て少しは変わったかと思えば、これでは無茶の規模が膨れ上がっただけだ。フレン、ユリは守るべきもののためならとてもまっすぐなんですよ。そのために自分が傷つくことを厭わない。それが羨ましくもあり、そのための無茶が不安でもあるんですがね。ねえエステル、もう行こう。ユーリに置いていかれるよ。ええ、私たちもこれで。あ、エステリーゼ様。はい。その、どうですか、外を自由に歩くというのは。全部を良かったというのは難しいことですけど、私にもなすべきことがあるのだと分かり、それが嬉しくて楽しいです。そうですか、それは良かった。ねえリタ、フレンの言っていたブラスティア研究所の強制調査権限って何です？ああ、あれね。要するに帝国が認めたブラスティア調査であればどこでも入っていけますというものよ。なんだ、そんなすげえ権限あったのかよ。僕らが苦労する必要って全然ないんじゃないの？多分無理だと思うわよ。例外とか言ってよく弾かれるのよ。帝国のやりそうなことだな。一丁やるか。こんなもんだな。これで終わりじゃねえよな。まだまだ大変そう。
さっさと連れて帰ろうよ。傷だらけ、少しかわいそうですね。死に物狂いの町の連中に何度も襲われたんだろうな。町の人が悪いわけじゃ。分かってるって。ユーリ？高価なのは角だろう。金の亡者どもにゃこれで十分だ。あんたが魔物に情けなんて、かなりのんきなこと言ってたら、ほら起きるよ。あれなんで。私たちの意図を理解してくれたんですよ。魔物が？まさか。角が手に入ったんだから何だっていいさ。そんな物騒なもん持ってどこに行こうってんだ。あなた方には関係ない。好奇心で首を突っ込まれても迷惑だ。これはあんたの活躍の場を奪って悪かったな。それはお詫びだ。ありがとうございます。ありがとうございます。あれでガキが助かるなら安いもんだろう。最初からこうするつもりだったんですね。思いつき。その思いつきで献上品がなくなっちゃったわよ。どうすんの。あ、失政官邸には別の方法で乗り込めばいいだろう。ならフレンがどうなったか確認に戻りませんか。とっくにラゴーの屋敷に入って解決してるかもしれないしね。だといいけど。宿を訪ねてみましょう。